中村祐介は、日本の医師、医学者。学位は、医学博士。公益財団法人がん研究会がんプレシジョン、医療研究センター所長、東京大学名誉教授、シカゴ大学名誉教授、文化功労者。大阪大学医学部附属病院、第2外科での勤務を経て、ハワード・ヒューズ医学研究所研究員、ユタ大学助教授。 財団法人癌研究会癌、研究所生科学部部長、東京大学医科学研究所教授、東京大学医科学研究所人ゲノム、解析センターセンター長、独立行政法人国立癌研究センター、研究所所長、シカゴ大学医学部教授などを歴任した。2012年6月の中村遺伝医学や、ゲノム医学を専攻する医学者であり、遺伝学や、 主要学などの研究に従事した。ハワード・ヒューズ医学研究所研究員として、ユタ大学で研究に従事し、後に、ユタ大学の助教授となった。その後、癌研究会にて、癌研究所生化学部の部長、東京大学にて、医科学研究所の教授や人ゲノム解析センターの、センター長、国立癌研究センターにて研究所の所長、 シカゴ大学にて医学部の教授を経て、ガ研究会にて、ガンプレシジョン医療研究センターの所長に就任した。また、理科学研究所のゲノム医科学研究センターの、センター長や内閣官房の参与などにも併任された。2018年からは、内閣府戦略的イノベーション、創造プログラムプログラムディレクターも兼任した。2005年から2012年まで、 日本学術会議会員も務めた。日本眼学会士、キャンサーサイエンス編集長、日本人類遺伝学会理事長、日本眼分子標的治療学会理事長、日本眼学会理事なども歴任した。大阪大学医学部卒業後、4年間下会として臨床に従事、その後は研究者として遺伝学、主要学の分野で卓越した業績を残した。 1987年に高度多形性 VNTR マーカーを管理。1991年に癌抑制遺伝子 APC を発見。2001年に遺伝情報を網羅的に調べて一延期多形と疾病との関係を調べるというケノムワイド関連解析の手法を開発し、2002年に同手法で心筋梗塞の感受性と関連する。 SNP を発見した。1990年代から、オーダーメイド医療の概念を提唱し、患者一人一人の遺伝的細多様性に基づいた、個別改良の推進に尽力した。2001年に、眼領域において、基礎研究から自臨床への橋渡しを推進すべく、オンコセラピーサイエンスを創設。Google スカラーでの H 指数が、世界101位。 ありがとうございます。